ちょっと降下するとき周り見なさい。ここやばいなってなったら離れる。フリールックしてる？してないでしょ？してないやろ。フリールック。しね。ワンパーティーかツーパーティーか多分ここは来えへんから。ワンパさっきもワンパーティーかツーパーティー来てやられたはずなんですけど。ワンパーティーとソロがいる。は？はは。真ん中おらん、真ん中おらんな。ここに一人いるよん。これ二人ぐらいいる。これおるくない？これ近く。あ、浮いた浮いた浮いた。それ別だ、別地だ。2チームいる。やだ。ヘンディユリ。ヘンディユリ。揺れてしまった、揺れてしまった、揺れちゃってる。もう1チームいるよこれ。リロードする。あっちにいるんだよ。突っ込んじゃいな、突っ込んじゃいな。割れた割れた割れた。やっちゃいな、やっちゃいな。ナイス。そうやそうやそうや、それでいいや、それでいいや。うわ、なんか来た。頭切れだ。死ぬ。頭切れやった。あゆりフリーで撃てたよね今ね。今弾が切れてた。もう弾がなかったんだってば。あゆり100ダメージ出したもんじゃん。100ダメだったよ。じゃあ俺何ダメージだと思うね。え、何ダメージなの？45ダメージ。あ、よかった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 じゃねえだろ。だってちゃんとダメージ出してたよ。なんで俺を一人にしたんだよ。俺こっち見るって言ってたやん自分で。こっち行こうっつって俺。あ、おじ、あ、ごめん、ついてく、ついてく、ついてく。本当についてって守ってくれよ。いや、ごめんね、今度こそ守るしないよ。しないが今度こそ二人を守ってみせるよ。守ってね。ありがとう。どういたしまして。どういたしまして。ノリに。なんかどうしたの二人とも。どう考えても悪いの俺やで今の。何いきなりどうしたの冷静になってん。いや、そういうとこをちゃんと白百合に、いや今でもあれでもヘンディちゃんが悪いよ。しれまで行かんと。死ねまで行こう。あ、死ねまで行こう。次失敗したらさ。分かった。じゃあ次失敗したらちゃんと思ったことを言い合えるような環境を作らないと。そう。そっか、上手くなれないよ。そうだよ、お互いの思ったこと素直に伝えられるようになんなきゃいけないもんね。だってわしとバチャゴリアも思ったことすぐ言ってんやんか、シレリン。そうよ。でもシレリン思ったこと言えてるかな。え、あ、結構言ってるつもりなんだけどね。足りなかったかな。今言えてるかな。もっと来てくれよ。もっと来てくれよ。もっと分かった分かった。オッケー、任せて。自分たちも言うからさ。素直に伝えな。ユーズなんか使うな。え、どうして。ユーズなんか、だってコースティックよりヒューズの方が使いこなせないだろう。いや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 、コースティックだってこの前ユーズの使い方上手いってゴリラ使うな。え、言ってたことと違う。思ったこと言い合おうね。だからさ、理不尽やと思った、理不尽やと感じた時はどうする。理不尽だよそんなの。クソ、死ね。死ねは言い過ぎやろ。いひどい。死ねは言い過ぎやろ。ひどい。死ねって言うたやんけ。だって死ねって思ったら言うたよって言ってたやんけ。それは。違うんか今の。言ってることと悪いことの分別は自分でつけないとあかんやん。あ、そっか、しまった。あ、言い過ぎた。あ、やばい、ドカブリした。あ、終わった。うわぁ、うわぁ、やばい。やばい、リボーションや。終わりや。周りを、周りを見ないから。なんで守ってくれないの。いや、そこ敵被ってたからやめたんだよ。やめたんだよ。途中でやめただろ、ヘンディが。だよ。なんでそのまま行くんだよ、分離して。なんで。どうなってんだそれ。悲しい。どうなったらそうなるんだ本当に。ちょっと降下するとき周り見なさい。任せきになるんですよ。そうだよ。
噴火するとき、あ、ここやばいなってなったら離れる。フリールックしてる？してないでしょ？してないやろ。しね。ごめんね。ごめんね。してないでしょ？フリールックして。どこに敵が降りるか、見ないで降りてるでしょ？うん、で、ちょっと、しめしめし、ちゃんと次は見て降ります。言い過ぎやろって言わないと。言い過ぎやろって言わないと。あ、いい、あ、しよう言い過ぎだろ！あ、し、あ、そう、あ、逆にね、逆にね。ただバチャゴリがすげえ悪いやつ。